ホルン五重奏曲編補聴調 K407 は、ボルフガングアマデウスモーツァルトによって作曲された、独奏ホルンと弦楽のための五重奏曲である。ホルンと弦楽のための室内楽曲としては、代表的な曲の一つ。自筆譜が散逸してしまっているため詳しい作曲時期、目的は不明であるが、親しい友人であったホルン奏者、ヨーゼ・フロイト・ゲープのために、四曲のホルン競奏曲を、 作曲する前の1782年末頃に作曲されたものであると推測されている。ロイト・ゲープはモーツァルトがザルツブルクに定住してから親しくなった友人でモーツァルトとは冗談相手の親友となっていた。有名な4曲の番号付きのホルン競争曲及びコンサートロンド系371はロイト・ゲープのために書かれたものであり独奏ホルンが華麗で 技巧的に書かれた、この五重奏曲は、競奏曲を作曲するに先立って、ホルンの演奏技術を試す意味もあったと推測される。編成は、ホルン1、バイオリン1、ビオラ2、チェロ1と、弦楽が、通常のバイオリンではなく、ビオラが2本となっているのが特徴であり、これによって内成部の充実とともに、バイオリンと独奏ホルンの対話が鮮明になるという効果を上げている。 独創ホルンはハンドストッピングを用い技術的華麗なもので室内楽というよりも競争曲的な性格を持った楽曲になっている。簡潔な三楽章形式で独創ホルンには時にユーモラスな一面もあり楽しめる楽曲となっている。ありがとうございます。